毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン、実況やりましょう。さあ、ちょうど行きます。選択チャレンジね、押しました。秋だなーさんね、秋ちゃうけどね真冬に突入しようとしてるけど今、ブルーマリー、メイか、ブルーマリーメイリー、女性キャラばっか取ってる。最後はクローンゼロね、 UR セスと、あれ、あ、テリー03ね、バネッサ持ったな。あ、旋風丸や、なかなか旋風丸いいっすね。メイ置いて、あー結構防御的なメンバーやな。どうしようかな、キムか、まあこれでいくか。そうやな、ここはメイリーとハオマルがスキル出まくってくれたらいいんですけどね。よし、とりあえず一発目は出てる、出まくることが大事。メイとハオマルがスキル重なったらね、めちゃ強いんですけどね。うん、おボジボリ出ない、オッケーオッケーオッケー、ほんなこのままかな。よし、ハオマルなかなか仕事してるぞ。2ターン連続はいいっすね。さあ、旋風レスダウン、地味にダメージもね、やっぱ1列なんで、その総合的なダメージで見ると結構取れるんでね、防御型といえ。このままいっていいかな、これは。そうっすね。あ、メインも出てるのか。いや、あれは倒さないでしょう、多分。うん、 OKOKOK、 調整できましたね。さあどうするか。よし、その形にするとメイを確定でバネッサか、あのビッグに飛ばせますね。大チャンスやな、大チャンス到来。うん、めまいもない。ってことはクローンゼロで勝ったまであるっすね。クローンゼロで、勝てるな、勝ちました。うん、確定やな、全滅取れましたね。まずここにキムでしょ。で、メイ打つ前に、クローゼロの方が、いや、一緒か、それは。それは一緒やな。うん、勝ちましたね。ここクローゼロ。で、範囲ダメ入れつつ、天下封じなんで。このメイをやっぱ後列に飛ばせたのが、でかいかな。後列というか、この、2体どっちかに飛ばせたのがでかかった。さっきそのね、やられかけのキャラ、後ろに置かれてたら、こっちに飛んでしまうとダメージがもったいないんですけど、今のきっちりこうダメージ入れたんでいけましたね。じゃあもう一回いきます。ペンタエルサさん、先生取られた。ベンタエルサさんね、京都ハイデルン、マキ来ましたね、チートマキ、サイキア。まあでも LR なんでナイトメアギースとか出たら確実にやばいけど、今のところはキャラ有利ですけどね。アッシュと空手か。よし、それなら勝たなあかんね、こっちは。しかもエリザベート強いっすけどね。カメ、クマ、トラ、ヘビ。これで一応クマサイキですけど、そうやな、クマサイキ、まあ、ヘビで行ってもいいけどな。そうやな、ヘビで行こうかな。ヘビで行こう、マキ置いときましょう。んで、まあ、これで行くか。ヘビ再起にします。クマで行って、まあ、奇襲するのも、あ、ちょっと待って。よし、行きた。これね、だちょっと微妙やな。そうか、再起スキルか。これ、ラモンを倒してしまいそうなんですよね、オロチナギ使うと。だから、使いにくいですね。使わんとこ。そうですね、こう行こう。うん。今のオロチナギ、ほらやっぱり使ってるとラモン倒してた。で、倒すとね、やっぱキャラ出せられるんで、サイキが結構ダメージ入ってしまうんですけど、ここで一気に奇襲しましょうか。ゲニかな、ここは。ゲニもしくは、いや、ゲニでいいかな。ただちょっとあれやな、嫌な感じもする。ああ、サイキスキル欲しいよね、ここは。ゲニ使うんですが、このね、アッシュ倒せるかどうか微妙。いや、無理か。うわー、無理やったー。無理やったー。やっぱスキル欲しかった。3キロって打たれた。でもエリザベートなかなか硬いな。なかなかね、
いい感じ。今状態異常食らってしまったけど、お、下に打てる、よっしゃ。ってことは状態異常解除ってことはこういこう。これは打てるのはでかい。下に打つことによって状態異常解除しつつ、ノーブルバラン打って、でこれアッシュぐらい倒せるんじゃない、マキで。どう、倒してほしい。おおっと、倒している。これはでかいぞ。ヘビ再起なんで、ここのやっぱりあの攻撃した時の怒りゲージがめちゃくちゃ回復しますね。やっぱヘビでいってよかったかな。でここのゲにはシールドあるからかなりいい感じ。うん、で空手、あ空手、あ溜まるか、マキはしゃあないですね。十分十分。次再起打てるからね。再起打てるのはでかすぎる。 OK。 あマキまた溜まった、マジか。ユリやな、じゃあユリ出しましょうか。で再起は使う。あーユリからやったかな今の。再起なかなかスキル出ないな、一回だけしか出てないですね。まあでもここはそうやな、イース倒してもう一回熱突きを戦おう。うん、おお、社も倒しました。で空手は怒りダウン。うん、そうですね、結構畳みかけたんで今のは。なかなか強引にいってよかったかな。多分早いと思うんでもう一回行こう。じゃあ1戦目2戦目結構早かったんで、時間見てないけど3戦目いきます。男色 D のさんね、先生取られた。これはむずい。いやーシャンフェイかな、でもギリギリかな、ギリギリシャンフェイ。うわこれもむずい。あははは、でもクラウザーか。あーエイジ、いやーうわー、選択が結構割れるキャラばっかっすね。これはうーん暴走きついな。熱突きはいるんですけどどうしようかな。熱突きこっちおるけど暴走を置くかどうかちょっと深読みしなあかんな。クラウザーか。いやこれ暴走多分ね置かないですね。だから熱突きも置かない。こっちはでこっち全滅を狙いたい。ってことは K ダッシュと熱突きは後出しでしょ。でシャンフェイも必要だからチンとテリーかイージーですね。先に置くキャラテリーかエイジ、まあエイジかな。こういっとこ、多分暴走置いてこないと思う。あ置くんや、そうなの、素直に置くんですか。お暴走で倒した、まさかの暴走でやっちゃったで。今ここ熱突強でいいんじゃないの。もういきなり2体そうやな、もういきなりいったろ、いきなりいきます。いきなりもうこの2体に嫌がらせして、うん、そうっすね。よしよしよし、ほんで暴走いただいとこう。暴走エイジ食らってるけど、まあ、それでも必殺打たれるん嫌なんで怒り下げましょう。エイジ食らったんだいぶでかいな。でもこっちからすると強敵暴走よりが弱りましたからね。うん、でチン使います。これメイリー倒せるんじゃないの。あれ魂ないでしょ、食らってるでしょ。メイリー多分倒せるっすね。ほらもう2体倒しましたよ。 UR クーラーがいるな。しかし暴走は弱ってるんでだいぶ楽かな。おろっくり使わないんかな。うん、 OKOKOK、まあ、このままでもいいかな。でキム倒さないてか倒せない。うん、でクーラー出されても、まあ、最悪熱突きはやられるけども熱突きはぶっぱしてるんでそんなにやられること自体が問題ではない。あ、右京さんか。なるほど。でも、おろくりと暴走よりでタクマ倒せるかどうかですね。タクマワンチャン。いや、きついか。暴走では無理。ほら、エイジ強いから。いやー、でも右京さんか。どう？いけるね。よし、全滅はない。オッケーオッケーオッケー。全滅は確実にない。そうっすね。お、それでいいの？あーやられるんか今ので。あとクーラーがいる。ちょっと待って、ここ全滅取ったんじゃない。K ダッシュシャンフェイテリーでしょ。であとクーラーか。こういっとこか。全滅取った可能性も出てきてる。ほらこれクリティカルはないんか。
あ、取ったね。完全に取ったわ。取ったっすね。よし。全滅取りました。いや、エイジでかかったな、やっぱ。結局、暴走揺れがね、火力なかったし、で、エイジ食らってなかったら、こっちが全滅してた可能性もある。で、最後の、今の全滅も、エイジ食らってるから、防御力がやっぱ下がってて、攻撃しやすかったっすね。なんで、まあ、MVP はエイジかなと思います。ってことで、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。